どこに立つとどこにボールが行くのかというような練習というのは、こういう機械を使ってするかといいかもしれませんね。そうですね。特にスプリットです。残念ですね。女性の方向けのレディースボーリング教室をダンコイボールで開催すると伺ったんですが、こちらはまだ枠といいますか、まだ枠はあると思いますね。あ、そうですか。こちらの開催は2月の12日から、ね、5週間5回ですね。まあいいな、ちょっと薄いか、ちょっと出しすぎちゃったね。さあ、それでは準決勝へ勝ち残った方たちご紹介しましょう。まず女子が島田和恵さん、上松真知子さん、伊原康義さん、横谷美智子さんです。男子が鈴木隆さん、荻野勇樹さん、佐藤信夫さん、井牟田英二さん。この後準決勝では予選1位の方と4位の方、そして2位の方と3位の方が対戦します。伊原康雄さんが第3戦で3位に入っていらっしゃいます。そして横谷美智子さんは第2戦で準優勝、それ以来のこの決勝トーナメントということになりますね。さあ、お隣のレーンが気になりますね。横谷さんはこれで、こちら横谷美智子さんと伊原康雄さんの試合なんですが、もう横谷さんがかなり差をつけて決勝進出を決めているようです。このスペアで確実ですね。そうですね、これも決まっですね。さあ、それではいよいよ決勝戦ご覧いただきましょう。 CBA カップボウリングトーナメント第7戦の決勝戦を迎えました。男子が井牟田英二さんと鈴木隆さんの対戦、女子が横谷美智子さんと上松真知子さんの対戦です。上松真知子さん、ここまで持ってきましたね。いよいよ決勝戦です。さあ、ナイスカバー、この辺りはさすがですね。縦にこう2ピン残っている場合というのは、本当に手前が倒れて奥が残ってしまうというパターンがよくあるんですけど、そうですね。フックボールの方ですとね、右へ厚く当たっていかないといけないし、ストレートの方だとまともにね、いろんな取り方ありますけどね。狙っていくポイントというかコツというのはあるんでしょうか。その人の球種によってまた違ってきますかね。球種によって違うんですよね。例えばじゃあストレートボールの方は縦に並んで残ってしまっている時ってどんな点にするんですか。ストレートの場合はね、クロスで投げる方でしたら右から厚めにね、右の方へ、ピンの半分や右厚めに当てればピンに負けないで、もうボールが後ろのピンを倒すと思うんですよね。厚めにということですね。ただ同じ厚めでもね、左から狙った場合はピンに負けてボール弾いちゃうんですよ、右へ。で、後ろのピンが取れなくなっちゃうんですよね。じゃあフックボールの方はどのように狙って、フックボールはやっぱりちょっと並んでるピンより右へ出して、やはり右へ、ピンより半分より右へ厚めにやっていけばボールのピンを倒して、その後ボールがその後ろのピンを倒すってことですね。あるいはこ左からやればピンを倒してそのままボールがそのままいって、いろんな攻め方ありますけどね、アングルの使い方は。
できればあの世に残ってほしくないと思うんですけれども、残ってしまった場合にね、そんなことを念頭に置いて挑戦してみたいと思います。話している間にも ストライクが次々と出ているこの決勝戦です。横谷さんも調子乗ってきましたね。第2戦の時準優勝という成績を残していらっしゃるんですが、横谷さんも先ほどあの準決勝で敗れましたけど、はい、湯原さんも勝負強いですよね、はい、よく残ってきますよね。優勝したこともあるんでしょう、湯原さんはね。横谷さんも前に準決勝がね、はい、いいじゃないかな。これは残ってしまいました。3フレ4フレとダブルが続いていたんですが、上松さんも3フレ4フレダブルです。ダブルです、そしてここはつないでくるでしょう。はい、つなぎました。上松さん、横谷さん、ほぼ並んでいる状態なんですが、ハンディの差が20ピン近くあります。横谷さん、繋いできますね。1フレもオープンフレームとは言いましても9ピン取っていますので、そうですね、今、そう大きな影響はありませんね。その後ダブル取ってますからね、逆に上松さんの方はプレッシャーそろそろシッシッとというところですね。そんな思いが手に力がこもってしまったんでしょうか。さあ出ました、残念ながら上松真知子さんは準優勝ということになりました。横谷美智子さんがトータル229ピンで見事優勝を飾りました。おめでとうございます。もう20ピン差ハンディを抜いても一品上回って強豪上松真知子さんを上回って優勝ということです。堂々たる優勝ですね。上松真知子さん3連覇なりませんでしたけれども、優勝に続く準優勝、大変な見事な結果でした。そして男子井牟田英司さんと鈴木隆さんの対戦、トータル230と30ピン差で井牟田英司さんが優勝を飾りました。男子の方も大変若々しい勢いのある試合、いい試合になりましたね。男子女子ともに、優勝おめでとうございました。男子優勝が井牟田英司さん、女子優勝横谷美智子さんでした。美智子選手決勝トーナメント229球の優勝となります。はい、おめでとうございます。はい、どうも。